はい、カボス TV ゆじです。今日はうさぎ山へやってまいりました。とても天気いいですけど、今日は風が結構強くて、日陰に入ると寒いです。日向にいるとちょうどいい感じなんですけどね。和風建築の古民家はとても寒いです。外に出てきました、今日はうさぎ山の、草刈り平正でやってきます。前ですね、うさぎ山やった時にちょうど平正が壊れてて、平正が通るところだけは残してた感じなので、もうそれがちょっと時間が経ってもう全体的にボーボーになってきてるんで、うさぎ山はやっていこうと思います。自宅周辺の方はだいぶ落ち着いたので、うさぎ山やって、そこからまた肥料の方を撒いていこうと思います。今日からうさぎ山です。またちょっと長い道のりが待ってますけど、頑張っていきましょう。
はい、終わりました。まあ株元はもう結構残して、大まかに平麻草で刈りました。さっきあそこで柿取っていた、あの柿の木ね、全然ならんかったんやけど、キュータン先生と剪定して肥料とか撒いたら結構立派な実がなりましたね。うん、うまい。農作業の合間に柿食べると美味しいね。うん、うまい。あまりかぶりつくと歯茎から血が出ます。ナイフで切って食べたいな。うまい。最後柿食べて締めくくりました。はい、今日の豪華作業は柿を食べて草刈りをしました。あちらあちら草刈りをして柿を食べました。肥料をまくためにまたうさぎ山草刈りしていこうと思います。またボーボーになってますね。これで平麻草の草刈りは終わりました。あとね、刈払機でまたやっていこうと思います。今日は非常に天気良くて、まあ、風もあり涼しくて、とても草刈りの作業日和でした。ありがとうございました。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。